はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。さあ、今日は推定の助動詞らし、めり、なりにこれから入ってくるんだけども、その前にそもそも推定の助動詞って何なのか、推量の助動詞とは何か違うのっていうのを説明していきたいと思います。まず推量っていうのはさ、黒板見てください。漢字で書いてあるんだけど、推し量るんだよね。推し量ってます。ということは、実は根拠が弱いです。あんまり根拠がない。逆に推定は推し、定めてるので、根拠が強いです。コナンとかみんな見る？コナンとかでさ、死亡時刻ってあるじゃん。殺人事件が起きましたと。そんな時に死亡時刻、死亡推量時刻とは言わないよね。死亡推定時刻って言うでしょ。それなんでかっていうと、いろいろ検査をした結果、この時間に殺されたんじゃないかっていう根拠が強いわけだよね。で、死亡推定時刻って言ってるわけだよ。だから、推定の方がちょっと強いです。根拠がしっかりとしてあるわけさ。じゃあ、これからやる、らし、めり、なりっていうのは、何か絶対根拠があるわけだよね。それをしっかり読み取っていくのが実は大事なんだけど、じゃあ、らしは一体どんな根拠かっていうと、客観的な根拠です。で、まあ、これは割と分かりやすい。ほとんど和歌だから。メリとなりに関しては、メリっていう言葉、なりっていう言葉が、もともとどういうものから発展していったのかっていうのを覚えてください。はい、じゃあまずメリいくよ。メリはもともと、みありでした。みありってことは、自分の目で何か見てるんだろうね。なりはもともと、読める。音ありじゃないよ。音っていうのを他の読み方で。音ありだね。そうそう。だから、耳に関するものです。で、これがずっと言ってるとメリになっちゃう。ずっと言ってるとナリになっちゃう。いきますよ。みやり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 みや
りな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 りとなったでしょ。なったってことにしましょう。はい。ということで、このらしめりなりに関しては何を根拠にして推定できるのかを考えることが大切です。本文中に書いてあるから、あ、これが根拠だっていうふうに指摘できるようにしておいてください。はい、じゃあ今日はこの推定とは一体何って話を説明してみました。次回から助動詞入っていきましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。